ドイツの騎兵銃、カラビナ98キロマウザー、ドイツ語、マウザー、ドイツ語発音、マゼットは、1872年にマウザー兄弟が設立した銃器メーカーで、ワルサー社と並ぶドイツの老舗である、ボルトアクションライフルの設計で現代に多大な影響を残した。現在は、主流の軍事部門は、ドイツのラインメタルグループのラインメタル武器弾薬者の一部と、 なり、民生部門は、アメリカのシガーアームズ参加のマウザー資料部記者となっている。1811年、ビュルテンベルク王国のフリードリヒ一世が、ネッカー川下半のオベルンドルフの修道院に、王立ライフル工場を建造した。この王立ライフル工場で、フランツ・マウザーと、息子の兄・ビルヘルムと、弟・パウルのマウザー兄弟は、職工として働いていたが、 かきの事情により工場及び会社を設立し、王立ライフル工場を買い取った。1867年に、マウザー兄弟は、ボルトアクション銃の新しい閉鎖機構を発明し、1868年、特許をアメリカで取得した。アメリカのレミントン社のサミュエル・ノリスが契約をし、レミントン・モーゼル銃を量産した。ノリスは引き続き、ライフル M1878 を、 プロイセン王国の正式銃とする契約を取り付けた。当初は製造は王立ライフル工場で、マウザーは部品下請けの立場だったが、王立工場の製造能力が追いつかず、マウザーでも製造となった。1872年、兄弟はマウザー社を設立し、1874年、王立ライフル工場を買い取った。1877年のロト戦争で、 連発式ライフルのウィンチェスターが大戦果を上げたのを受け、1884年、マウザーも連発式の M71、84を製造した。これを基本設計とした銃が世界各国で採用され、連発式ライフルの市場を制覇した。1878年から拳銃の生産を開始したが、初期のモデルのリボルバー C78、ジグザグはヒットしなかった。 1889年、ドイツ武器弾薬製造者に買収された。1896年には、自動拳銃 C96 を開発した。C96 は、ポツダムで、ドイツ皇帝ビィルヘルム2世が試者したエピソードで、知られるが、正式採用はされなかった。民間向けでは、ウィンストン・チャーチルが、軍籍時代に、死没銃として使ったことでも知られる。 1898年、ライフルモデル98を発売した。このモデルは多くの派生モデルを生み、ロングセラーとなった。二つの世界大戦では、第一次世界大戦のケベア98、第二次世界大戦のカラビナー98キロなど、各種の銃が正式採用された。戦艦機には、自動車などの民生品も製造した。第二次世界大戦では、 戦火による直接の被害は少なかったが、占領中にフランス軍による略奪と破壊で大きな被害を受けた。1945年一度解体されたが、1956年に再建された。なお、この間の1949年に退社したエトムント・ヘッケラーとテオドア・コッホが、1950年にヘッケラーコッホを設立した。 1995年、ラインメタルベルリンに買収され、子会社のマウザー製作、オベルンドルフ武器システム社となった。その後は、官方用機関砲などの重火器が主力製品となる。1999年、民生用の狩猟銃、スポーツ銃部門が、マウザー狩猟武器社に分社され、2000年にシュグアームズに、買収された。2004年、マウザー製作オベルンドルフ武器システム社は、 ラインメタル武器弾役者に吸収され、マウザー兄弟が設立した、マウザー社は消滅した。マウザーの日本での読み方、カタカナ表記、モーゼル、マウゼルは、明治陸軍造兵会での役室を踏襲しているものと推測される。この ER の読み方については、R を常に R で発音し後末や、音節末でも母音化しない舞台ドイツ語発音に基づいている。 航空会及び戦後防衛産業界では、実際に話されている発音に近い、マウザー、あるいはかつての正式社名であるマウザー・ベルケが、使われることが多い。戦中の例としては、MG151 航空機関砲が、マウザー法や、マシキと呼ばれている。マウザーを、モーゼルと表記することは、モーゼル側及びその流域で作られるワインと、混同される可能性がある。ありがとうございます。